最高議長の特使が参った。上官してもよいかな。まだ映ってる。どうやって切るんだ。喜んで。ナブーフー様、完全に法にのっとったものですから。どうも嫌な予感がします。上官許可は下りた。あとは速やかに交渉を進めるだけ。ようこそ特使閣下、 TC-14 がご案内いたします。ご来訪いただき光栄です。こちらへどうぞ。やっぱり嫌な予感がしますよ。不安にとらわれるな、オビワン。今この時に意識を集中させろ。マスターヨーダは未来に意識を向けろと。今をおろそかにしてはならん。イケルフォースに集中するのだ、パラワニオ。はい、マスター。こちらです、特使閣下。まもなく主人が参ります。総督は最高議長の要求にどう応えるでしょう。あの連中は小心者だ。交渉はすぐ終わるだろう。始まればですよね。こんなに待たせるものでしょうか。いや、貿易の些細な揉め事にしてはいささか妙な感じがする。どうやら大事みたいです。毒ガスだ。ここから出なくては。交渉はおしまいですね。オーカソグラなどライトセーバーでたやすく破れる。それか敵を倒して進むから。どうします、マスター。あのジェダイを止めろ。
ブーに降りて知らせなくては。あの船のどれかに忍び。ドロイドが来る前に行こう。ジャジャ、安全な場所はないか。侵略の危機を伝えないと。そうだね。一番安全なのは太田軍がかな。秘密の町さ。案内できるか。うん、こっち。急いで。水に潜るけど、オッケー。先に言っとくと、軍艦はよそ者好きじゃない。歓迎は期待しないでよ。大丈夫、歓迎されないのには慣れたよ。
よ。ユウたち、止まれ。どうも、キャプテンターパレス、ただいま。またか、ジャージャー。ボスのとこに行くぞ。今回はみっちり絞られるだろうな。ひどい。ジャージャー、一体どういうことだ。恥ずかしいんだけど、ミー追放されてたんだ。忘れてた。こういう大事なことは覚えておいてほしかったな。やっぱりバカ者だ。なんで追放されたのか教えてくれるか。ジャージャーは不器用でな、ボスのヘイブリバーボン庫を壊したんだ。言ったでしょ、あれは事故だよ。ああ、ジャージャーが虫を食べようとハンドルから手を離したって事故だったな。ドロイド軍はナブーを襲う気です。ミーたち、ナブーのこと好かん。知らせねば。ならばボンゴをくれてやろう。ナブーへの一番の近道はこの星のコアを抜けるコースだ。ジャージャー・ビンクスはどうなります？連れて行け。ものだといいが。潜水艦だよ。ビッグバブルの中に止めてある。ついてきて。たち追い出されるんだね。星のコアを抜けるって冗談じゃない。お前がちゃんと操縦できるかの方が心配だ。ついたよ。でもミーに任せて。心配無用、操縦はさせない。抜けるなんてイカれてるよ。これがバンガ、よければいつでも出発できるよ。導いてくれる。フォース？嘘でしょ。さあ撃て。邪魔者にはどいてもらおう。撃て、オビワン。もういや。
バ。いるものだ。パワーが切れた。落ち着け、このくらい問題ない。何言ってるの、これのどこが問題ないのさ。全速前進だ。だから冗談じゃないって言ったのに。お前の泣き言には励まされるよ、ジャージャン。遊ばれてます。よし、ちょっと困らせてやろう。減ってるようだ。ああ待て、いいとこだね。女王を見つけねば、よし勝ったな。ダメだイスミ。我々が議長の特使です。至急共和国に連絡せねば。船はありますか。メインハンガーに。こちらへ。ユウたちすごいね。はあ、そろそろです。離れないで。ここでは女王の身が危ない。コルサントに行き共和国の保護下に置かねば。またドロイドだ。奴らを逃がすな。
これが王室専用船です。10分。封鎖船です。コルサントまでパワーが持ちません。ハイパードライブに漏れが。タトゥーインはどうでしょう。辺境の小さな星で連合の手も及んでいません。タトゥーインか。着陸地点の当てはあるか。パーツを探すならモスエスパ宇宙港が最適でしょう。よかろう。だが町の外に置いてくれ。目を引きつ。命令で同行します。この星に興味がおありだと。ユウ誰なのさ。パドメです。次女の一人です。関心はしないが、女王がお望みなら。では必要なパーツを扱う店がないか聞いて回ってみよう。
わかった。あんたに必要なのは可愛いプロペラ帽子だね。そのみすぼらしいドロイドにかぶせなよ。このチビもちょっとは胸を張って歩けるって。船のパーツを探してるんだろう。だと、みんなそうなんだ。和藤の店に行ってみな。町の向こう側にある。タイプ327ヌビアンのパーツは共和国クレジットで2万ある。ここじゃそんなもん役立たずだ。もっと他にないか。かわいい男の子ね。ポッドレーサーを作ってるんだ。ポッドレーサーはジェダイ並みの反射神経だ。明日は分隊部のレースがある。僕にかけなよ。アナキン、賞金があれば余裕でパーツを買えるよ。あの子のフォースは強力だ、間違いない。奴隷でいるには惜しい子です。聞いたぞ、レースで小僧に出資するって。賭けでポッドが手に入ったものでね。その新しいポッドを賭けよう。勝ったらあの親子。ポッドに奴隷二人じゃ釣り合わん。子供だけいいだろ。準備が良ければ皆でアリーナに行ってアナキンの出場登録を済ませよう。子供の頃の話だ。ウォンプラットの後ろにトレーラーをくくりつけて自作のポッドレーサーを作ったことがある。ウォンプラットは速いし何をされようが気にしないからね。集中するな。考えな。感じろ。本能に従え。分かった。フォースと共にあれ。
ても役に立ちません。日本橋の少年とは思えない速さ。いよいよ最後の3周目です。セブラバがリード。これで決まりでしょうか。メインハンガーへ迎えに行くまでに少年を解放しておけ。見てよこの大金。これで夢が叶うわね、アニー。荷造りを、時間がない。この子はジェダイに。そうです。じゃあモモ、私の居場所はここ。お別れの時なのね。いつかママを自由にする。約束するよ。あのアナキン様、私を仕上げていただくというわけには。完成できなくてごめんよ、スリーピーオー。じゃあね。え、そんな。アナキン、タトゥーインを立つぞ。船に戻ろう。僕も一緒に宇宙船に乗れるってことだよね。まあマスターオビワンに置いてかれなければね。ミー嫌われてるから。それはどうかな、ジャージャー。いいやつだと思われてるさ。むいむい、オビワンは文句ばかりのジェダイだよ。私は協力できないが、他の解決策があるはずだ、必ずな。
っていきますか。アナキン、シェリー。ああ、ボーバフィッシュだ。行け、メリコを入れろ。謎のフード男との戦いがなければ今頃はもうコルサントだったでしょうね。そうだな。だがあの男シス教だった気がしてならない。驚いた。パルパティーン議員自らお出迎えとは。すぐにナブーの状況を知らせましょう。ようやく民を救えます。ようこそ陛下、マスタージェダイ。ご無事なお姿を拝見できて何よりです。通信が途絶えたので最悪の事態も頭をよぎりましたと。ナブーの状況をぜひお聞かせください。ああ、陛下、よろしければ一緒に元老院に出席し、この問題を話し合いませんか。バローラム最高議長はナブーの事態に対処するため特別議会を招集しました。正直に申し上げて議長に実権はありません。侵略に対して元老院が手を打つかどうか、より強い力を持つ最高議長の再選を陛下がお求めになるのが一番です。力を持って正義をもたらせる人物は。
きました。この船で議事堂に向かいます。私は他の用事がありますので先に失礼します。準備ができましたらオフィスにおいでください。話し合いを進めましょう。では後ほど。お客さん、別のくせに行く予定は？出発しますか？行ってらっしゃいましたな。会議を始めてよろしいですか？ウッディーニ。ああ、ウッディーニ。早急に通商連合を止めなければなりません。静粛。静粛に。銀河共和国の議員の皆さん、バローラム議長を不信任とし、選挙の実施を要求します。静粛に、静粛に。私はナブーに戻ります。お待ちを陛下、ここの方が安全です。アナキンを私のパダワンに。今はそれどころではない。女王とナブーへ行き、シスの謎を解け。この子の未来はよく見えない。陛下、ボスナスは本当に手を貸してくれると思いますか？他に道はありません。信念を持って説得すれば。ボスのこと知らないでしょ。ファンバみたいに頭が固いんだ。励みになるよ、ジャージャ。準備 OK、 安全運転で。届きたてほやほやですよ。どこに行ったのかな。もぬけの殻だな。まだボスナスがいるといいんだな。エッケン室に行ってみよう。
誰もいません。連れ去られたのでしょうか。もしくは脱出したか。あ、そうか、隠れてるんだよ。軍艦困った時は聖地に行く。機械たちには見つからない。ついてきて。やっこ。に入るには秘密の鍵がいるんだ。確かこの辺りにあるはずなんだけど。ほら、あった。あ、でも壊れてる。直してくれたら兄たちも聖地に入れるよ。頭を使えってことだな。ボスナスはきっとこっちだよ。なんだ。ジャージャー便、ユー、よそ者を聖地に連れてくるとは。ユーは何者だ。私がアミダラ女王です。いいえ、私がアミダラ女王です。私がアミダラ女王です。私がアミダラ女王。ドブラクイクーニーアミダラ。おてり。アミダラ女王です。私がアミダラ女王。どうかお許しください。誤信のために必要だったのです。今動かなければ、すべて失われます。力をお貸しください。兄たち、友達になれそう。宮殿に向かいましょう。司令船を攻撃し、総督と対決しなくては。軍艦の助けがあっても、もし総督を取り逃がしたら、またドロイド軍を率いて戻ってきますよ、陛下。だからこそシード宮殿を一刻も早く取り返すのです。僕はどうするの。手伝わせてよ。君の仕事は死なないように隠れていることだ。そんな仕事ある？総督は玉座の間にいるはずです。おい、ありゃ俺の船だぞ。お任せください。迂回しましょう。Thank you.
奴が逃げる。敵が来ました。攻撃を開始する。ドロイドです。逃がすわけにはいかん。私の足では無理だな。別の方向から近づこう。
手元にあるものを有効に使う。スケーターとは乗り越えられぬ障害ではない。
がついている。我々の勝ちだ。オビワン、頼む。あの少年を鍛えてくれ。はい、マスター。反乱ごっこも終わりですな、陛下。ごとく、そなたの占領こそ終わりです。わしを追え。こいつは小鳥だ。さあ、総督、話し合いと参りましょう。なんとかしないと、アルゼ。将軍、出陣と参ろう。いざ戦場へ。さあ、ジャージャー、ミーたちも合流しよう。よし、行き先は分かってる。ついてこい。ヤッホー、こっちに来て手伝ってくれ。全員いるか。急いで準備せれば。キャプテン、精一杯急いではいるんだが、ブーマの数が足りないみたいなんだ。ワゴンから落ちたのかも。一緒に探してくれないか。じゃあじゃあ、ワゴンの積み込みを手伝おう。ブーマを探すんだ。オッケー、ミーに任せといて。このでかいの動かせないと思ってた。もらうよ。キラキラね。
あのブーマを回収するにはファンバのやつをどかさないとだな。おいしいシューラの実をやっ。全部見つかった。よくやってくれた。さあ、戦闘の準備ができたぞ。これでよし。さて、ゆっくり休むかな。じゃあじゃあ、戦いを始めるぞ。決戦の時だ。
それででっかいカタパルトを作ったらどう？巨大なカタパルトができたぞ。うまくいくと思った。
軍が地上戦で勝つには信号塔を破壊しないと。行こう、あいつ。信号塔はあった。見た。すごいだろ。マルチャーゾロイドに狙い撃ちにされてる。なんとかしないと。今の見た、アルス。助けなきゃ。タレットは危険だ。破壊しないと。ネットくらい僕らで壊せるよね、アルス。船が多すぎる。もっと攻撃しないと。Thank you.
ージのパワーコーンを狙え。繰り返す。パワーコーンを一つ残らず狙え。よし、アルツ、パワーコーンを探そう。まずいや。を破壊したんだ。見ろ。みんな壊れた。当選おめでとう、議長殿。共に共和国に平和と繁栄をもたらしましょう。僕はどうなるの？評議会が修行を許してくれた。はっ、間違いない。謎の戦士はシスです。ならば二人いるはず。マスターと弟子が。おお、